というところです。ここでエビが判定しました。ティント判定、アベイカ判定、判定した。犬を狙いに行く、落とした。スマイトモーチが落ちた。さらに広告も捕まっている。セブンセブン5人で一気に広告にフォーカスを合わせる。さあフラッシュを使用して逃げるが、そこにはアリポだ。キックアベイカ見事でしたね。先ほどのところフラッシュで逃げていましたから、アリポ選手フラッシュがない状況、しっかりとウルフのところにワードが置いてあったので、本当に狙いましたね。